皆さんこんにちは、八田由美里と申します。今日も一日お疲れ様でした。生きてるだけで偉い。今の世の中、恋愛したいけど出会う人がいないっていう男女多いと思うんですよね。なので今日は女性に男性に惚れる瞬間を聞いてきました。ちなみにこの惚れる瞬間っていうのはあんまり年齢とか流行とか関係なくて不動の人気です。なのでずっと使えると思う。今回はインスタで女性に聞いてきました。答えてくださった方々ありがとうございました。では行きましょう。まず1つ目、自分の背の高さに合わせて目を合わせてくれる時。めっちゃわかる。何なんだろう、すっごいキュンキュンするよね。女子って全員そうだと思う。なんか私たち大人が子供と接する時にしゃがんで接することってよくあるじゃないですか。目線同じになるために。そんな感じを思い出す。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃんじゃん、あ、私をそういう女性として見てるみたいな、そんな感じになると思います。うん、これ絶対キュンキュンする。特に背の高い男性、そうやね。例えば身長差がある場合、この小さい女性に対してこうやって見るのもありだし、俺はそんな背が高くねえんだ、使えねえじゃねえかっていう方は、あの女性が座ってる時にこうやってしゃがんで見るっていうのもあり。これはね、すごい簡単な方法なんですけど、絶対女性はキュンキュンすると思います。あなたが女性だとしたら、男性だったらこんな感じに見てるじゃん。けど目線合わせてこうやって合わせてくれた時のギャップとか怖さ半減とか、自分に合わせてくれたっていうこの気遣いとかね、そういういろんな面でキュンキュンします。これやばいね、リアル。出勤の時に先輩が他の人と話してたので控えめに会釈したら気づいて手で合図してくれた。これ結構キュンキュンするよね。逆側でもキュンキュンするんじゃないでしょうか。人と喋ってるのに気づいてうーみたいな。え、かっこいい。道端、みんながいる中で私に気づいてくれたっていうこの特別感、めっちゃキュンキュンする。え、これ絶対いいじゃん、めっちゃ使えるじゃんこれ。あー、これもあるよね。急にいつもと違う呼び方された時、思わずキュンとしました。これめっちゃわかる。例えばいつもだったら、私八田エミリって言うんだけど、八田さんとか八田とか言われてたとしたら、急にエミリちゃんとかエミリーとか、ちょ、ハードル高いか。でもなんかその急に変えてくる感じ、めっちゃキュンキュンするよね。え、わかる。逆もありますか。なんかテンション上がってきた。急になんかエミリーとか、え、どういう状況それ。絶対恋好き同士じゃん、そんなの。でもこれはお互いにちょっと意識し合ってないと、呼び捨てはあんまりかもね。せめてエミリーさんからエミリーちゃんに変わるぐらいがちょうどいいかもしれません。これは使えると思います。次、これはド定番ですね。頭ポンポン。これは好きな男性にされたらもう 100% 嬉しいと思う。自分がワンちゃんになったような気分、子供になったような気分になるんだよね。はいはいみたいな、わかりましたみたいな、ふにゃって感じになるんだよね。けど別に自分が好きな人じゃない人、別に気になってない人からされたら、結構馴れ馴れしいなって私だったら思っちゃう。だからこれは本当にお互いが意識してないと難しいやつですね。これはあるな。出会った頃のことを覚えててくれてキュンとしました。過去10年前。なんかもう一つして異性関係なくキュンキュンすると思う。記憶力良すぎるし、私のことを大切に思ってくれてたんだみたいな、大事な人として認知されてたんだっていう感じ、それはいいですね。別に下品でもないし、どんな男性でも使えるテクだと思います。これハードル高い。意識してない相手から不意に可愛いと言われた時、いや、これは絶対キュンキュンするよね。可愛いって言われてさ、不快に思う人なんかいなくないですか。でもこれって男性からしたら結構ハードル高いよね、多分。逆側からしてもハードル高いもん。なのでもし気になる人がいたら、ちょっと今日可愛いねとか、うわ勇気いるけどちょっと言ってみてください。絶対にキュンキュンしてくれると思う。いいなぁ。え、だってさ、逆に考えたらさ、不意に気にしてない人から今日かっこいいですねとか言われたら絶対キュンキュンするじゃん。絶対嬉しい。絶対言った方がいい、気になる人に。これキュンキュンする。なんでだろう。隣同士でご飯食べてる時、何も言わずに食べてる私を見てニコって笑ってくれた時、これは恋愛関係成立してないですか。
なんかまず隣同士で食べてるっていうのも結構さ、ハードル高いと思うよね。好きな人と付き合ってないのに隣同士とか、女子目線からしたらその食べてるところを見守ってくれてるっていうその状況もなんかキュンキュンするし、ニコってされたらなんか見られてるみたいな感じもあるし、めっちゃキュンキュンするかも。でもこれ普通に考えたら結構ハードル高いよね。普通だったら結構さ、すぐ目そらしちゃうと思うんだよね。なのでお互いちょっと意識してるけど、もうちょっと発展させたい、アピールしたいっていう時にはいいかもしれません。これ使える。体調悪いって伝えたら、勤務中すれ違いざまにこっそりのど飴を渡してきた時、これめっちゃキュンキュンする。なんか人としても優しいし、思いやりあるし、こっそり渡すっていうのもなんか特別な感じがしてめっちゃいい。しかも渡すだけだからさ、結構やりやすいテクニックなんじゃないかなと思います。めっちゃいいかも。勤務中だよ。勤務中に私のこと心配してくれてたんだっていうこの特別感半端ないよね。いいな、羨ましい。あー、これいいよね。腕の血管を見た時、なんでかわかんないけど女性って腕の血管が好きなんですよ。男らしいポイントなんだと思う。しかも腕の血管ってさ、別に鍛えてなくてもこうやって下に下げてたらさ、多分出てくるじゃないですか。だから全男性使えるアイテムじゃない、テクニック。でも腕まくりした時の腕の血管とかめっちゃかっこよく見えるんだよね。あ、男らしいって。腕の血管ほんと人気です。いつも人気。これはみんな使えるかも。勉強する時だけメガネをかけていた時、つまりギャップですよね。わかる、めっちゃわかる。あれ、なんかキュンってするかなって思ったんだけど、なんかメガネ合ってない。こういうこと、キュンってした。なんかメガネありとなしってさ、結構印象変わるじゃないですか。だから絶対キュンキュンすると思う。例えば普段メガネの方が逆に外してるとか、そういうのめっちゃいいよね。これは使えるんじゃないでしょうか。これ結構いいよ。一つのものをケアしながら長く大切に使っている時、これすごいわかります。あ、こんな人大切に使ってるんだ、ちゃんとやってるって思う。これはもう顔とか関係なしに使えるテクだからめっちゃいいと思う。例えば革製品とか靴とかね、あ、なんかちゃんとお手入れしてるなとか、あの靴のかかとのとこ踏んでないなとか、そういうのでさ、物を大事に使う人かどうかってわかるよね。めっちゃ使える。通勤の場合だったらリュックとかバッグでもさ、見ててわかるよね。長く使う人ってすごい、私も素敵だなって思います。はい、次、荷物を持ってくれた時、これはめちゃくちゃわかる。私を女性としてか弱い女性として見てくれてるんだっていうその気持ちね。いや絶対キュンキュンすると思う。あ、この重さ私が持てないと思ってもらえてるみたいな、私女子なんだって気づかされる。その重いものを持ってくれた時のその男性の筋肉とか筋とかも男らしくてキュンキュンするし、優しさでもキュンキュンするし、悪いところ一つもないよね。本当にこれキュンキュンさせたい方がいらっしゃったらおすすめです。あ、これいいよ。横に並んだ時の体の大きさ、これはですね、つまり男らしいのでキュンキュンしてるってことですよね。いや、これめっちゃわかる。つまり男性は全員鍛えなさいということですよね。他のコメントでも胸筋の大きさでキュンキュンしたっていう方もいらっしゃったんですよ。だからもう男性は鍛えれば鍛えるほどキュンキュンする女子って増えると思うんだよね。女性らしさってさ、この胸とかお尻とかで服着てもわかるけど、男性がこの普段服着てる状態で男性らしさを出せるっていうのを見た時に、髪型とか首とかさ、この腕ら辺の血管とかしかないじゃないですか。だから鍛えることによって張り感とかでね、あ、この人鍛えてる、男らしいってもなるし、とにかく筋トレすれば今よりかはいい印象になるんじゃないかなと思います。隣に男性がいて、あ、めっちゃ男らしいって思うのはすごいわかる。理想は普通のスーツでパツパツが理想ですね。ここ背中とかここら辺とか丸み大事。はい、次、子供動物に優しい時、
めっちゃわかります。私のイメージなんだけど、多分潜在的にその子供や動物を自分と例えてるんだよね。女性と好きな人と接する時もこういう感じで接するんだろうなっていうのがね、なんかイメージしちゃうんだよね。なので子供とか動物って弱い立場じゃないですか。だからそこでどういかに優しく思いやりを持って過ごすかっていうのは女子は見てるんじゃないかなと思います。でこうやって子供とかね、動物を撫でてるのを見ると、もしこの人の彼女になったら優しくしてくれるんだろうなとか、なんか思っちゃうかも。これはいいかも。カツ丼とかがっつり系の料理にがっついてたくさん頬張っているところを見た時、これわかるかも。なんかカツ丼とかそういう系のやつってさ、女子からしたら結構ダイエットのことを気にしてさ、がっつけないよね。そういうがっついて食べてるの見ると、うわめっちゃ男らしいって思います。これ本当、吉野家とか松屋でがっついてる男性はみんな男らしいです。そういう面ではキュンキュンポイントかも。いやわかる、なんか気持ちよく何も気にせずその美味しさを楽しんでる感じ、最高。そう、なんか女子だったらさ、なんかこういう食べ方とかさ、いろいろ気にするじゃないですか。一口大きいかなとか、それが一切なく、もう書き込んでめっちゃ美味しそうに食べる姿っていうのは見てて気持ちいいし、なんかいいなって思う。うわー、これ一緒に歩いてる時に道路側を歩いてくれたことです。意外と小さな気遣いにもキュンとします。これわかる。つまり女の子扱いしてくれたってことですよね。あの道路の外側歩いてるっていうやつめっちゃコメント多くありました。いつも王道で人気だと思う。だって外側って下手したら命危ないじゃないですか。車とかぶつかって、その自分の命さえも犠牲にして守ってくれてるってことだからさ、相当すごいことだと思う。めっちゃ優しいし、女性扱いしてくれてるんだってキュンキュンします。あーこれもね、あと柔軟剤のいい匂いがした時、香りってめっちゃ大事ですよね。私もそういう時ある。柔軟剤でめちゃくちゃいかつめの男性が通った時に柔軟剤のいい香りしたら、なんかこのギャップでキュンってする。めっちゃわかる。例えばジムとかでもたまにめっちゃいい柔軟剤の香りする方がいるんですよ。そういうのもすごいキュンってなるし、匂いってさ結構記憶に焼き付かれるじゃないですか。覚えやすくなる。あ、この前のあの香りの人また来たみたいな感じで覚えちゃうかも。香りってめっちゃ大事だと思います。きつすぎる匂いは嫌だけどね。香水でさ、なんかちょっとめっちゃきつい方とかたまにいるじゃないですか。それよりは柔軟剤の香りの方が全然私は好印象だと思います。じゃあ最後に、私自身ちょっと需要があるか分かんないけど、私自身がキュンとするやつをお伝えします。ということで、結構男性が意識してないところでも女性は見てキュンキュンしてるっていう場合もあるので、もしかしたらあなたのことを気にしてる方もいるかもしれません。とにかく今回の調査で思ったのは、とにかく女性は女性を扱いしてくれる人、そして男らしい筋肉とかある人、清潔感大事にしてる人をキュンキュンするということです。ぜひちょっと参考になったらやってみてください。じゃあ最近本当暑すぎるから、あの無理しないでね。しんどいと思うけど、一緒にこの夏乗り越えていきましょう。自分をいたわってね。じゃあまたね。